株式会社 JVC ケムとバーチャル部新入社員の黒とエレンです。株式会社 JVC ケムとバーチャル部2年目社員の蓮見理央です。エレンちゃんも仕事に慣れて JVC ケムとの製品の良さが分かってきた頃かな。はい、リオさんのおかげで JVC ケンウッドにはたくさんの魅力的な製品があることが分かってきて毎日が楽しいです。それはよかった。でも JVC ケンウッドにはまだまだたくさんの魅力的な製品があるから、もっともっといろいろ覚えなきゃね。はい、頑張ります。ということで今回もエレンちゃんにぜひ覚えてほしい製品、オンライン配信時代の中で注目されているPTZ リモートカメラだよ。 PTZ? どういう意味ですか？ PTZ とはカメラのレンズの向きを左右に動かすパンの P、 カメラのレンズの向きを上下に動かすチルトの T、 そしてズームの Z、 その動作をリモコンなどで遠隔操作が行えるカメラのことなの。すごい。リオさん、もちろん JVC ケンウッドでも PTZ リモートカメラは発売されているんですよね。よくぞ聞いてくれました。 JVC ブランドからは5種類のモデルを発売してるんだよ。びっくり、そんなにたくさん発売してたんですね。しかも全てのモデルがフルハイビジョン以上の高画質撮影が可能。もちろん広角撮影にも対応してるよ。全モデル1台から使用可能で、赤外線リモコンも付属されているから操作も簡単。おー、しかもリーズナブルな価格だから、さまざまな企業や学校、いろんな施設から指名されることも多いんだよ。低予算で導入できるって素晴らしい。別売りのリモートカメラコントローラーを追加することで最大100台のカメラ制御が可能になるから、大規模なシステムにも対応できちゃうのも嬉しいよね。いや100台？リーズナブルな価格なのに中身は本格的なんですね。うわー、すごいすごい。リオさん、ところで JVC、PTZ リモートカメラってそれぞれどんな特徴を持っているんですか？ JVC はお客様の様々なニーズに合わせた5モデル。高画質で滑らかな 4K60p 撮影が可能。ワイドな水平画角80度対応、車体をしっかり捉える自動追尾機能が搭載。ウェブカメラとして USB でパソコンに接続して簡単に使える USB ビデオクラスも対応。高精細 4K60p 映像をよりワイドにしっかり配信できちゃう KYPZ510N。 高画質な 4K30p 撮影が可能。ワイドな水平画角71度対応。高画質でより安定した配信が可能なストリーミングプロトコル NDIHX 対応。高精細 4K 映像をよりワイドに配信できちゃう KYPZ400N。 高画質なフルハイビジョン撮影が可能。驚きの光学20倍ズームも搭載。ウェブカメラとして USB でパソコンに接続して簡単に使える USB ビデオクラスも対応。高画質映像を簡単に配信できる KYPZ200。 基本性能は KYPZ200 と同じだけど、高画質でより安定した配信が可能なストリーミングプロトコル NDIHX 対応の KYPZ200N。 高画質なフルハイビジョン撮影が可能。ズームはさらに驚きの光学30倍。遠くの被写体も高画質で撮影配信可能な KYPZ100。 各モデルの比較はこちら。それぞれ特徴がはっきりしてるから選びやすいですよね。でしょ。お客様によって用途、使用スペースの規模などの違いがあるから、さまざまなお客様に対応できるようにしてるの。小規模から大規模まで対応可能なシステムが組めるから、 PTZ リモートカメラの導入をご検討されているお客様にはぜひ相談してほしいな。こちらまでお問い合わせください。オンライン配信が多くなった今、より確実に、より効率的に伝えたいことを相手によりよく伝えられる JVC PTZ リモートカメラ、ぜひ皆様の職場や施設などへの導入をご検討くださいね。おすすめです。JVC